新山記念は日本中央競馬会が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は日韓スポーツ賞新山記念と表記している。競争名の新山は1964年に日本競馬史上2頭目の三冠制覇を達成。翌年も天皇賞と有馬記念を優勝し五冠馬と呼ばれている。 1984年に検証場に選出されたことをたたえ、京都競馬場には銅像が混流されている。聖賞は日刊スポーツ新聞社賞。新山造本競争は新山を記念し、1967年に4歳馬限定の重賞として創設された。創設以来、1980年と1994年に阪神競馬場、2021年に、 中京競馬場で施行された以外は、京都競馬場、芝1600メートルで変わらず、行われている。外国産馬は1995年から、地方競馬所属馬は1996年から、それぞれ出走可能になったほか、2009年からは、外国馬も、出走可能な国際競争になった。新山の血を持つ馬は、初年度3区の新山誉れや、 1971年の新軍、2015年のレイングランドらが出走したが、これまでに勝利した馬はいない。以下の内容は、2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳負担重量、別、定2021年の1着賞金は3800万円で、以下2着1500万円、3着950万円、4着570万円。 5着380万円。距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。